20番と5番がプレー関与してるかどうかってところ。さあ、どうでしょう。これが、あ、そうだね。関与してるな。マガレンス止めてるもんね。5番が。そう、オフサイド確認になったけど、オフサイドの5番が止めてるね。あー、ゴール認められ、なんかこういうのって認められるよね。ちゃんと5番が関与してるんだけどね。こういうのってアーセナル得すること少ないですよね。アーセナル気持ちは全然切れてないですね、勢い的に。だってあの、オフサイドポジションだった5番がさ、あれ、あの、抑えてなかったらマガレンスもっと早く寄せれるでしょ、あれ。大外のフリーの選手に。ってなるとプレー関与になるんだけどね。僕の解釈が間違ってたらごめんなさい。そう、ジンチェンコのところもあれも、そう、あそこチェックされて、そこ検討されたら、オブストラクション的なことになるんですけどね、しっかりジンチェンコの進路妨害してるから。あ、でもまあね、これ言ってもね、まあ、正直プレミアだからみたいなことにもなりますから、そういう VR、J リーグの方がちゃんとしてるね。マンチェスターダービーのやつもそうだね。関与に関して曖昧だね。あれはひどかったもんな、正直。そう、これしっかりね、ジンチェンコの抑えいってるからね。で、オフのね、5番がマガレンスを抑えてるからね。しっかりオフですけど。さあ、こういう理不尽がありながらも、ん？てか、普通に折り返した選手もオフっぽい？実は。そんなことない？あれ、角度でそうちょっと見えるだけ？なんかそんな風に見えるよね。もう知らね。折り返した選手もちょっとオフっぽいよね。オフじゃないよってあの線引いてね、オンサイドみたいな見せてほしいよね。このモヤモヤ残るからね。後で気づいた可能性あるよね。あれ、線で見せたらバレちゃうからみたいなね。家元さんも、プレミアだけは、まあ、プレミアね、わら、みたいな感じだったからな、餃子学園を呼びした時。他の国はなんかこう、国の傾向と捉え方みたいな話だけど、プレミアはもう、シンプル雑って話だ、ね。雑な人たちがさ、VAR ちゃんとやってると思えないもんな。結構面倒じゃん、なんかこう、リコメンドみたいなさ。マンチェスターダービーのラッシュのオフサイド逆のやつに公式が、これからはオフサイドって言ってて、これからはって何ってなります。終わりか。終わりかー。いやー、勝ち点1かー。クソがー。いやー、あのオフサイドねーの全然納得いかねーわ。むちゃくちゃ納得いかねー。ふざけんなよ。ジンチェンコのところもあのマガレイス抑えられたところもふざけんなよ。ちゃんと審判見ろや。こういうふうにね、いつも冷静に分析してますんで、よかったらいいね、チャンネル登録して帰ってください。